アイドルマスターミリオンライブシアターデイズ。よく来てくれた。私がこのプロダクションの社長、高木純次郎だ。君の仕事は我が社に所属するアイドルたちをプロデュースすること。そして彼女たちの魅力を最高に引き出すことだ。道は険しいと思うが、頑張ってくれたまえ。と君に挨拶したのはいつのことだったかな。月日が経つのは早いものだ。気がつけば天海君たち13人のアイドル諸君も世間に認められつつある。いや結構結構。そのことだが、実は君に新たなプロジェクトを担当してもらおうと思っているのだよ。察しがいいじゃないか。その通りだ。だがその話をする前に新しいアシスタントを紹介しておこう。おーい、はじめまして、青葉美咲です。今日からナムコプロで働かせてもらえることになりました。まだまだ新人のひよこですけど、お役に立てるように一生懸命頑張りますから、よろしくお願いします。元気があって実によろしい。おとなしくんも昔はこれくらい。なんでもないぞ。では改めて説明させてもらおう。新しいプロジェクト、その名もズバリサンキュープロジェクトだ。表すというだろう。つまりこのプロジェクトは39人の新人アイドルを集め、拠点となる劇場を作り、そこで日夜公演を行って全員を売り出していくという壮大な計画なのだよ。そうだ。そして君には39人の新人アイドルと劇場の運営を担ってもらいたいと思っている。劇場での公演にはすでに人気が出始めている天海君たち13人にも加わってもらい、盛り上げていくつもりだ。どうだろう、引き受けてくれるかね。君ならそう言ってくれると思っていたよ。さすが、かつて私がピンときた男だ。さて、劇場を運営していく以上、劇場専用のスタッフも当然必要になる。そこで青葉くんの出番というわけだ。青葉くん、劇場の運営をしっかりサポートしてあげてくれたまえ。私まだまだわからないことばかりで、事務所の先輩にも迷惑かけちゃうかもですけど、とにかく元気とやる気だけはあるつもりです。頑張りますから、何でも。
行ってくださいね。はい。ちなみに劇場をオープンする際には盛大なこけら落とし公演を行う予定だ。まずはその公演に向かって全力で取り組んでくれたまえ。プロデューサーさん、改めてよろしくお願いしますね。それで、今後のためお名前をお聞きしてもよろしいですか？シアターのこけら落とし公演ですよね。アイドルのみんなもレッスン張り切ってますよ。それで今日はどんなステージにするかプロデューサーさんに決めてほしいんです。はい、今日シアターに来てるアイドルはミライちゃんとしずかちゃん、それに翼ちゃんの3人です。3人とも、とっても可愛い新人アイドルですよ。レッスンも毎日遅くまで頑張ってるみたいですし、こけら落とし公演のことも彼女たちに相談してみるといいかもしれません。それじゃ、よろしくお願いしますね。あ、プロデューサーさんだ。おはようございます。おはようございます、プロデューサー。あ、プロデューサーさんだ。おはようございます。プロデューサー、早速ですけど、こけら落とし公演のことです。青葉さんから聞きました。どんなテーマになるんですか？はいはい、私お姫様みたいなライブがいいです。だって一番最初のステージだし、可愛いのがいいかなって。私はそうね、どうせなら妖精って感じの方がいいと思うけど。幻想的というわけではなく、神秘的で人々が憧れるような、そんなイメージです。お姫様に妖精か。あ、じゃあ私天使がいいかも。天使って羽があって空が飛べるし、なんか自由でいいなって。そっか、天使もいいね。迷っちゃうな。未来が悩んでどうするのよ。決めるのはプロデューサーでしょ。プロデューサーさん、どれにしますか？
そうね、未来が考えるならいいと思うわ。一緒に頑張りましょう。なら今回は未来に全部任せちゃおうっと。ねえ、嬉しいな。なんか今すぐこけら落とししたいくらいです。おはよう。ついにこの時が来たか。振り返ってみればあっという間だったね。今日は私も客席から応援させてもらうよ。このナムコプロライブシアターのこけら落としにふさわしいライブを期待しているからね。
お疲れ様でした。プロデューサーさん、どうでした？私たちのこけら落とし公演。わぁ、本当ですか？よかった。私は楽しかったです。お客さんたちも盛り上がってたし、いいんじゃないかな。プロデューサーさん、お疲れ様でした。こけら落とし公演大成功でしたね。実にいい公演だったよ。アイドルたちもとても輝いていた。やはり君に任せて正解だったようだね。だが君が一番分かっていることだろう。本番はこれからだということを。この劇場に託されたアイドル諸君の夢と希望をどう育て花開かせていくか、すべてはこれからの君次第だ。その言葉を待っていたよ。では改めて言ってもらおうかな。青葉くん、例の言葉を一つよろしく頼むよ。それでは、お待たせいたしました。ナムコプロライブシアター開幕です。
プロデューサー。おはようございます。さて、今日もやることがいっぱいね。一緒に頑張りましょう、プロデューサー。今日のログインボーナスはこちらです。明日はこちらがもらえますからね。なんと、ただいまスペシャルログインボーナスを開催中です。明日もログインするときっといいことがあると思いますよ。身長伸びたでしょ。伸びたんだよ。